あれなんでモザイクってかかったんですかねモザイクなしは売れないですよね毛がないとなかなか仕事がなかったです<ー>見えちゃって絶対モザイクなんかない方がいいからいやこれ大丈夫なんですかいいってこ。これ流せる <laughs> 作家コラムニストの鈴木すずみさんにお越しいただきました本日はよろしくお願いいたしますお願いします慶應義塾大学在学中に 80本近くのアダルトビデオに出演されましたでその後ですね東京大学の大学院を卒業後日本経済新聞社これ記者ですよねす記者を、えー、5年半務、えー、めた後作家、まあ、コラムニスト活動になるんですが、えー、著書としても AV 女優の社会学「えー、体を打ったらさよなら」あと近年はですね小説も書いてまして、えー、これ「ギフテッド」が芥川賞の候補に、えー、と選出されているとこれなぜこれ日経新聞の記者東大の委員を出た後に記者っていうのはこれどういうわけですか 受かかったから <laughs> AV とか夜食の世界にかなりうんざりしてた時期だったので離れたとこがいいなと思って華やかさがない女子っぽくない職場と思っただけですね。あとは引率だったのである程度 就活が限られるっていうか AV 時代から当時まだあんまりアメブロとかそういうのなかったですけど、はいうん、AV 会社のウェブサイトとかに書いてましたねあと AV の脚本も何本か書いてますね、はい、あそうなんですね、うん、あれなんでモザイクってかかってるんですかねモザイクなしは売れないですよねそれはもちろん知ってんだけど、ええ、そうじゃなくてなんでモザイクを書けてんだろうなって本質的な話です法律でとか、うん、そういう話ではなくモザイクがなぜあるか だって今実質的にその罰則なしで海外の無修正の撮るのはいくらでも見れるわけじゃない,はい、はい、なのになんで日本だけ禁止してんだろうまあ中国とかも禁止してんのかもしれないけどそうじゃなくて日本はなんで禁止してんのかなって思った、うん、で意味ないじゃん。意味ないですね。だって <laughs> <laughs> 昔はさ昔はそのアダルトビデオとか VHS の,のテープとか DVD とかで見なきゃいけなかったから。はい 海外の無修正ポルノって、うん、っ貴重品だったし、本当、うん、ビデオデッキ最初売る時に VHS 対ベータみたいな戦いがあったんだけど、なんか VHS が買ったのは無修正のポルノ映画を抱き合わせで販売してたから。うん、昔さ、ヘアヌードもダメだったんだよ。毛が映ってたらダメだった。法律が変わった。法律は変わってないんですよ。刑法のわいせつを、物をこう陳列することがダメですよと。はい だから、わいの解釈なんですよ、解釈ですね。警察が解釈してるんですよ。はい、はい、はいはいで。昔はヘアヌードはわい物だった。 はい、それが今はそうじゃなくなったの。なるほど。別に何も変わってない。法律は変わってないですよ。私の時代はだから毛がないとなかなか仕事がなかったです。<ー>見えちゃって、うん、常にモザイクがかかってる状態になっちゃうじゃないですか。うん、はいはいはい,はい、はい、だけど毛があればまあある程度見えないから。<え>まあそうそういわゆるヘアヌード解禁後はそこのヘアは大丈夫になったってことですね。モザイクないと興奮しないという人も結構いますね。うん、そ,すねそれは。 絶対、絶対モザイクなんかない方がいいから。<laughs> でも、み <laughs>、見たくなくないですか生々しいやつ。え、生々しいからいいんじゃないの?。綺麗なのが好きなのじゃないですかね。いや、でも、絶対モザイクは。ない方がいいと思うわけど、うん、なんでかって、日本経済のためにわけです。まあ、日本経済にもそうですね。はい、なぜなら、無修正ポルノに流れてるわけじゃん。うん、お客さんが。うん,うん。 で海外の配信会社にお金が入っていて、うん、税金はその国に納めてるわけじゃ、うん。本来は日本,に日本国に納めるべき税金がむしり取られてるわけですよ、うん、よく分かんない警察の解釈で。はいねうん

流れてて、ね、俺真面目に話してんだよこれだってさ、うん、モザイクを外さない理由って警察のメンツだけじゃんそうですねだって見てんだよみんなモザイクを外してる女の子の子方は特にないかしら、うん、抵抗私は全然いいんですけど、うんうん、例えばその AV デビューする時にあのやめた方がいいよっていう人の中で裏に流れるからって言われたんですけど、うんうんうん 正直 AV 出ちゃったらそれと裏の違いは私はほとんどなかったんだけどでもそれがすごい気になる人とかいるよねでもそれは完全に忘れて別に無修正を前提にして出る子はいると思うのでで、うん、つまりこれを規制してることに何の意味もないわけですよ。ヘヘアアヌード解解禁禁と一緒ななわけうん、うん、要はヘアを解禁しなかったったて 意味わかんなくなくい、うん、今,今となって,はなっては過去にその条件で取ったものをどうするかっていう判断はあるんですけど、まあ、実際そうやっても海外ものを日本人が見てるっていう現状を考えると今の堀江さんの話はあるかなっていうふうにで,ううでもあのモザイクの後ろで実は何が起こってるかわかんないっていうのが情緒があるような気もしないでもないでしみんなそれねヘアヌード以前にもそういうこと言ってたのみんな。<laughs> はい、部屋が見えないのがいいんだとか言ってたんだけど、ね、だもう部屋なんかさもう慣れちゃったらさ、はい、どうでもよくなって,ってるからね,ね今、はい、これ鈴見さんがあの数々の経験の中でですねこの「非絶滅男女図鑑」というものを出しているんですけどこの中で堀江さんに憧れび男堀江文族サルマネッシュということでどういう男性を指してたりするんでしょうかう多動力っててされてるじゃないですか、はい 作り出すような人になりたいんだろうけど、ね、まずは言葉を作り出せってすごい思って、<laughs> 結構そういう人がいるなと思って、ワナびの気持ちはわかるんですよ。私もアムーラだったので。でも わなび男子今も多いですよね言葉作るのは難しいと思いますよ、うん、真似すべきは別のところにあるだろうって思うんですけどね <laughs> その姿勢とかやってることとか態度 <laughs>、はい、そ,そういう人はいますよねっていうはいなんか自信なさそうですねこのわなび男って <laughs> <laughs>、うん、それは自信はないですよみんな自分に自信を持つって一番難しいことだから、うんうん、無敵類なんですけどね あでも一見無敵なあの振る舞いなわけですよねそうそう,そう,うそだ,だってもう完成されてる言い回しを使ってるから、うん、言葉を作るのっていうのは本当に難しいと思いますよ真似しかやっぱりできない僕に会うと行、うん、ってらっしゃいお願いしますって必ず言われるわけです最近はい 俺芸人さんじゃないん芸人さはすごい喜ばしいことじゃないゲッツみたいなもうこれで一生食っていけるわけですよ一個でもあればだからもう「いってらっしゃい」はもうすごい鉄板ネタなんだけど俺はなんかそんなものですり減らされたくないな想定の範囲内ですとかそうそうそう僕二字熟語とかが好きなので熟語が好きなんですよはいはい なので、ああいう言葉が出てくるんですけど、うん、言葉はやっぱりたくさんインプットしないと出てこないんで、そこまでインプットするのはちょっとやっぱり酷だと思いますよ。だから真似することしかできないし、嫌な言葉をかけてくる SNS 民みたいな人たちっているじゃない、うん、あれは嫌われることでしか自分は相手にされないんですよ。